トレクルユーザーの皆様、こんにちは。ハロー、ボンジュール、アニョハセヨー。ワンピーストレジャークルーズのプロデューサーを務めさせていただいております、ヨシと申します。よろしくお願いいたします。今回で2回目のメッセージ動画となります。今回もですね、様々なサプライズ情報をお持ちしておりますので、ぜひ最後まで見てください。冒頭、様々な国の言葉で挨拶させていただきましたが、今回のメッセージ動画は、トレクルをプレイいただいている世界中のユーザー様に向けた複数言語での同時公開となっております。なぜ全世界同時公開なのかと言いますと、この度トレクルでは2020年12月末から2021年1月にかけて、全世界報道で大型キャンペーンを実施することが決定いたしました。いや、おかげさまでですね、トレクルは現在全世界で累計1億回以上ダウンロードしていただいているアプリゲームとなっております。いや、本当に世界中の皆様に支えていただいております。本当にありがとうございます。今回の大型キャンペーンでは、そんな世界中のトレクルユーザーの皆様とアプリ内、それからアプリ以外の部分でも一緒に盛り上がっていければと思っております。2020年の締めくくりから新たに迎える2021年をみんなで楽しみましょう。今回の動画ではキャンペーンの内容を一部先行してご紹介させていただければと思います。おなじみコミュニティマネージャーのニックと一緒に見ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さて、早速ですが、まずは今回全世界同時実装となる新キャラクターの情報を紹介させていただければと思います。いやー、どのキャラクターが登場するのか予想してくださった方たくさんいらっしゃいました。いや、皆さんが盛り上がってるところを見れて自分もとっても嬉しかったです。と、皆さん新キャラクター気になるかと思いますので、前置きはこれくらいにしまして、まずはこちらの動画をご覧ください。どうぞ。俺の名は光月おでん。面白い。桃源白滝。はい、皆様いかがでしたでしょうか。そうです、今回の目玉キャラクターはトレクル初登場の最新キャラクター、ほおずきおでんとなっております。よいしょ。いやー、かっこいいですよね。今回はですね、前回と違って PV での紹介となっております。いやー、一味違った雰囲気お楽しみいただけましたでしょうか。早速ですが、おでんの性能を紹介させていただきたいと思います。ルフィ太郎&ゾロ十郎に続いて2体目のワスロット持ちキャラクターということで、ぜひ注目してください。何年ぶりだろう、俺のもう終わりが近い。自分の言い訳にしてみたんだよ。俺は一丁やるか。生きててこその殺し合い。待て、君たちに怪我させるわけにいかず、カムサリ。はい、実は今回の目玉キャラクターはなんとおでんだけではございません。皆様、トレクルについに海賊王ゴールドロジャーも初登場いたします。よいしょ。ログイン時のムービーにはずっと出てきていたのですが、キャラクターとしては今回満を持しての初登場となっております。2体目の目玉キャラクターとして登場するロジャーについても性能を紹介していきたいと思います。なお、イラストに関してはどちらのキャラクターも全体的に風格が出るように、かつ豪華になるように意識して制作をいたしました。いやー、おでんもロジャーも本当に早く仲間にしたいですよね。まあ、もう自分も待ちきれないです。
おでん、そしてロジャーはですね、近日全世界同時実装予定となっておりますので、楽しみにお待ちください。続きまして、年末から開催を予定しているイベントについて紹介させていただければと思います。今回ですね、12月末から1月上旬にかけて全世界合同でイベントを実施いたします。今回開催されるイベントはこちら、ワールドクルーズです。該当の冒険をクリアすると、ドロップしたアイテムに応じ、航海ポイントがゲットできるイベントとなっております。全世界のユーザーが集めた航海ポイントに応じて、サイト上でロジャーとオデンが世界を旅するのですが、こちら各エリアを制覇するごとに全員に豪華報酬がプレゼントされます。他にも個人報酬や冒険クリア回数に応じた報酬もございますので、ぜひ参加してください。ロジャーとオデンの旅の途中にはいろいろなことが起こるかもしれませんので、ぜひ注目していてください。そしてさらにですね、なんとこちらのワールドクルーズに参加して航海ポイントを500ポイント獲得した方の中から抽選で豪華な景品をプレゼントいたします。500ポイント獲得するだけで応募完了となりますので、ぜひイベントに参加していただけると嬉しいです。後日アプリ内や SNS でも詳細をご案内いたしますので、ぜひチェックしてください。さらにさらに、トレックル全世界合同ワールドクルーズ SNS キャンペーンも開催いたします。キャンペーンは第1弾から第3弾まで全部で3つございます。すべて達成すると全世界のユーザー様に虹の宝石を20個プレゼントいたしますので、ぜひぜひ積極的にご参加ください。早速第1弾のお題はこちらです。全世界の SNS にてこちらの動画が掲載された投稿のリツイート数やいいね数の合計値が1万を達成することで、全世界のユーザー様に虹の宝石を10個プレゼントいたします。動画見終わりましたらすぐにリツイートやいいねお願いいたします。詳しくはそれぞれの SNS をご確認ください。第2弾第3弾の情報も近日公開いたします。お楽しみに。ということで、告知や新情報はこちらで以上となります。そろそろお別れの時間となりましたが、今回も特別に配っちゃいます。虹の宝石30個、皆様とお話できた記念として全世界のトレクルユーザーにプレゼントします。こちらは後ほど皆さんのメールボックスにお届けします。今回の動画で紹介しきれていない情報、まだまだたくさんあります。今後もですね、公式 SNS やゲーム内でお伝えしていきますので、引き続きチェックをお願いします。最後に改めてになりますが、トレクルを遊んでいただいている全世界のユーザーの皆様、いつも応援いただきありがとうございます。いや、自分自身もですね、いいゲームというのはこうコミュニティの皆様と一緒に作り上げていくものだと常々思っているのですが、今年9月のバージョン 10.0 のアップデートの際に、トリクルのコミュニティリーダーの方に、動画でコンテンツを作成いただいたのですが、そちらに対して、お客様からこう温かいトリクル愛あふれるコメントがたくさん寄せられているのを見て、非常に自分も心が熱くなりました。コミュニティリーダーの皆様、いつも本当に素敵な動画を上げてくださってありがとうございます。またですね、トリクルユーザーの皆様、本当にトリクルを愛していただいてありがとうございます。 Thank you very much。今後も皆様が少しでもトレクルを楽しんでいただけるよう、遊びやすくなるように随時アップデートを行ってまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということでこちらで本当に以上となります。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。こちらの動画そしてアプリに関するご意見ご感想お待ちしております。それでは長いお時間ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ仲間。バンダイナムコ